マルコス・ピニエイロ・ピッツェリは、ブラジル・サンパウロ州、ピラシカーバ出身、FC ・アララト・エレバン所属のサッカー選手。元アルメニア代表。ポジションは、MF ・ FW。1984年に、ブラジルのサンパウロ州・ピラシカーバにて生まれ、2000年から2005年に、サンパルロス FC の下部組織で育った。2006年にアルメニアプレミアリーグの FC ・アララト・エレバンに、 スカウトされて移籍したピッツェリは4月30日のウリセス FC 戦でティグラン・イエサヤンとの交代によって58分から初出場6月16日のウリセス戦で初得点を挙げ以来1年目は適応に焦点を当てていたこともあり5得点に終わったが翌2007年シーズンにはリーグ戦22得点2008年シーズンは17得点を挙げ 2年連続で得点王に輝いた。しかし、絶頂期の中、クラブの財務上の問題から、2009年1月にフランスアマチュア選手権2の a s a c へ、期限付き遺跡に出された。2009年夏に契約満了となったことにより、7月に自由遺跡で FC ピュニクエレバンと長期契約をする。ピュニクエレバンでは、リーグと、 アルメニアインデペンデンスカップの2巻を2シーズン連続で達成し、2010年シーズンはアルメニアスーパーカップを獲得すると多くのタイトルに恵まれ、また自身は2010年シーズンにゲボルグガザリャンと共に16得点を挙げて3度目となる得点王を獲得している。なお、同シーズン第10節にはリーグ通算100試合目に到達した。 2011年シーズンに6得点を挙げた後、移籍した。メタルルフドネツイク2011年6月に、同僚のガザリャンと共にウクライナプレミアリーグの FC、メタルルフドネツイクへ移籍する。メタルルフでは、FC チョルノモレツオデッサ戦で、初得点を挙げて、以来、18試合4得点と、アルメニアリーグ時代と比較して振るわなかったが、これは、 ボロディミル・ピャテンコ監督が従来のセンターフォワードではなく攻撃的 MF のポジションに置いたことも一つの要因であった。アルメニア代表としてロシア戦でのプレーを偶然観戦していたロシアプレミアリーグの f c クバンクラスのダールを率いるダンペトレスク監督によって見出され2012年1月13日に3年契約で移籍をした。 3月18日の FC ロビン火山戦で初得点を挙げて勝利に貢献。5月には2度目となるクラブの月間最優秀選手に選出された。2013年5月27日、9番クラスのダールと同じくクラスのダールを本拠地とする FC クラスのダールに2プラス1契約で移籍をする。加入から半年後の二千十四年一月にカザフスタンプレミアリーグの FC アクトベー期限付き遺跡に出された。2014年10月に FC クラスのダールから FC、アクトベに完全遺跡を果たす。2016年1月18日、サウジプロフェッショナルリーグのアルライドに遺跡した。2016年6月27日、アラビアンガルフリーグのアルフジャイアに遺跡した。2018年2月13日、FC、 アクトベに復帰したことが発表された。2019年12月31日、FC アララトエレバンに復帰したことが発表された。2008年5月にアルメニアの国籍を取得する。28日のモルドバ代表との親善試合で、アルメニア代表初出場及び初得点を記録する成功を収めたが、同年は2試合の出場にとどまった。しかし、 クラブでの活躍から注目を集め、2009年8月12日に再招集されてからは定期的に招集されるようになり、2010年10月8日の UEFA ユーロ2012予選スロバキア戦で、ユーラモフシシャンの得点をアシスト数日後のアンドラ戦で代表通算に得点目を挙げると、同予選ではロシア戦、2度目のアンドラ戦、マケドニア戦でも得点を挙げた。 2012年2月29日にカナダ戦で2得点を記録した。2019年アルメニア代表を引退した。ブラジルで出会った獣医師と2008年に結婚しており、結婚前に一緒にアルメニアへ渡っている。生まれ故郷のポルトガル語以外にもアルメニア語、英語で会話することができ、ロシア語を学ぶ、等語学に堪能なピッツェリはブラジルよりも アルメニアを身近に感じており、サッカー選手として成長させてくれたアルメニアに感謝を述べている。出展、代表での得点 FC アララトエレバン FC ピュニク、エレバン FC アクトベ、ありがとうございます。